ミートピア、イエーイ。エンドコンテンツ、恐怖の塔に挑みます。まあ思えばね、あの裏で化石作業とか、クエストとかこなしながらね、やってきたわけですけど、いよいよこのね、3DS 版に引き続き、スイッチ版でも、恐怖の塔、挑みます。で、なんで生放送にしないかっていうと、いろいろちょっとあったからですね。ちょっと生放送の種類が多いんで、ちょっともう動画でいきます。動画回してるんで、これで、やろうと思います。恐怖の塔はね、今までこの1番街から8番街のラスボスの8連戦。かなり厳しい戦いになるというのは承知の上でございますが、3DS 版の経験を生かしてね、やっていこうと思います。行ってみよう恐怖の塔1回。さあ、行きましょう。この4人だ、この4人で行くぞ。で、恐怖の塔に関してはですね、いつものことと違う点を一つ述べますと、ふりかけ共有です。だから、今までなんか大体のステージが4回戦闘とかでふりかけが全回復だったんですけど、8回戦闘でふりかけが全回復。だから、ふりかけはこの状態をできるだけ節約していく必要があります。で、ステータスがそのまま引き継がれるんで、リリア様みたいにガス欠しやすい人たちを、どういう風に補っていくかが、超重要になってきます。だから1回から4回はぶっちゃけ言うと今のレベルだと楽勝なんですけど、その分ね、使う、なんていうかな、消耗してしまうから MP とかを、そのあたりでどうやって調整していくかがマジで大事になってきます。じゃあやっていきましょうか。いよいよ。いくぜ！まあ、1回から4回あたりは、ある程度節約しながら立ち回っていくんで、で、苦戦する要素はないんですよ。1回から4回までは。5回からちょっと状態異常の絡め手とかが増えてくるんで、そこを補っていきたい。そしてですね、ちゃんとちょっと右にいるんですけど、連れてきましたよ、ちゃんと。旅人の街からね、旅人をね、連れてくると5人目の NPC 戦闘員となるわけなんで、まあね、活躍してくれる。まあ、曲がりなりにも絶対攻撃、火力には貢献できるから、それはでかいね。本当は魔法使いとか僧侶だったら回復にも貢献できる。まあ、絶対に狙われない、絶対にやられない NPC であるっていうのが、もう非常に重要ですね。まあ、行動が最後になるけど、ああ、見て見て、爪を解く、次の火力はやばいな、君。かなり火力に貢献できる説はあるね。うん。まあ、このあたりはね、サクサクっといきたいと思います。ふりかけとか使いたくない。ただ、安全地帯は使うかもしれない。安全地帯を使うことによって MP を回復できたりするんで、リリア様とかをそこにずっと入れといてっていうのはありかもしれないね。そう、リリアさん、これなんだよね。フレンドマンはいいんだけどって話だね。さあ、ガンガン行ってるね、君たち。まあ、お助けキャラのここでね、今回、シオちゃんがいますね。お助けキャラ、シオ。いざ予感。カリカリ。爪が鋭く輝く。行ってこい。せーの。ポン !313! 火力になるね、だいぶ。だいぶ火力として貢献できるね。うん。曲がりなりもそういうのは連れてくるべきだと思って今回連れてきました。この5人でやっていこうと思います。で、このあたりから、まあ、できるだけ節約はしたいんで、安全地帯入れて、バナナとか、ふりかけを節約するってことは、十分塩に入れておく必要がありますね。はい。まあ、とりあえずね、節約しつつ、このあたりはサクサクいきますよ。よし。サクッと突破した。何、あ、そういうことができんのか。めっちゃ貢献できんじゃん。じゃれる MP 回復、こんなところでも NPC が役に立つか。それはすごいわ、今のは。ちょっとびっくりしたわ、ま、もう無言でこの辺りサクサク飛ばすつもりだったから今のはびっくりした。で、これフェンターンは供給できるのか。いや、これは多分ね、どっちかというと、最上層とかにめっちゃ役に立つかもしれないね。あ、こっからちょっと待って、チキるわ。一体、残り一体になると、こいつらそんなに強くないんですよ。うん、むしろボスの中で最弱になるんで、MP をここでケチって供給します。いることによって、こうやって回復していくんで、あとはケチってね。リア様のフレームタワーちょっと、コストがでかすぎるんで、あ、いいねー。いいいいいい、それはめちゃくちゃいい。チャンスのお前そこにいろ。ほらね。よし、完全回復で次に行きます。まあ、こいつに関しては、威力は低いんですよ。威力は低い攻撃なんで、まあ、特に問題はない。せいぜい言うならば、時間がかかるってことぐらいかなと。
まあただしそんなに強くないんでね、さっきと同じように MP をちゃんと温存した状態で5回まで行きたいですね。さあ戦士ヤンの騎乗攻撃やばいよ、せーのでよいしょと75、いいねー。これがまあちょっと怯え状態になって自己用意になるぐらいだからね、まあこれが自己用意になるくらいだからそんな強くない、これもちょっと時間かかるだけですね、言っちゃえば。よし見て見て、しおちゃん、しおちゃんも曲がりなにも絶対火力にはなるからね、絶対死なない火力役とか最強だからね、言っちゃえばだいぶ出るよ。曲がりに、よいしょー、ナイスー、こっからよ、本番はこっから、5回からだ。今まではチュートリアル、こっからが真のね戦いの始まりだね。でこいつは結構な回数攻撃してくることが印象的です。かなりの回数攻撃してくるっていうのが印象的で、ブレスとかで一気に切るさ、頭についてんだ。こっからはね、まあ、ただ振りかけは、あの振りかけこれに関しては、まあ、もうちょっと7-8ぐらいで振りかけは使った方がいい。まあ、全てのボスは一応見せたとは思うんですけど、攻撃パターン的にロックオン攻撃とか、ね、超強力なねビーム攻撃とか、それに対応できるで、できるだけ僧侶は大事にしたいね。僧侶がギガリザレクションがあるのはもう僧侶だけなんで、命の振りかけは僧侶に使う感じですね。じゃあ、話こんな感じでいきましょうか。とりあえずね、あの敵が死ぬ直前あたりにはもう MP をね安全地帯で回復できるようにしておきたいね。さあバックラッシュ。アンナはこの科学者アンナに関してはどっちかというと火力として使うんではなく、いるだけでサポート役になりやすいんですよ、状態維持を防止とかね。あー結構食らう、なるほどね。あーうーん結構いくな。まあでもここでまあ見て見て、今回は火力色だからね、しおちゃんは。向こうしおちゃんって言うとあの語弊があるかもしれないですけど、今からちょっと紹介するんですけど、このしおちゃん、あのこのしおちゃんは、おっ回復したいって言ってんのに、このしおちゃんはですね、うちの三宝しおちゃん言うじゃないですか、あいつが本当に買いました。あいつが本当にマジで買ってしまって、しお、あの、しおちゃん。で、自分で作った結果あれです。うん、もうクリエイトのね、幅が違うよねっていうね。あいつ本当にマジで自分で作っちゃったんです。なんでそれをね、連れてきました。はい。大活躍してもらうぜ。これそろそろ回復圏内入ってんな。HB バナナがね、回復量が上がってないのかな。はい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 。ギガキュアオール。何？おお、ちょっとなんか不調だな君。まあいざとなったら安全地帯避ければいいか。おいいね、3人同時攻撃、いけいけ、1234。それが結局一番出るよ。おっとフレームタワーに協力、でもフレームタワーがだいぶ出るんじゃない。いや強い強い強い、待ちなさい、吸収薬。こういうことです、科学者がいる意味っていうのはこういう風に、あれ、立ってるだけでなんかサポート的動きが多いんですよ。状態異常防止、攻撃範囲増加、吸収薬。なんで、科学者は火力職としてはあんま見てないかなと。初めのうちはなんかちょっと魔法使いかなって感じなんですけどね。まあ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 、大丈夫。さあ、見て見て！よしよしよし、いい感じに稼いでるよ。倒せるか？倒せるなぁ。倒さない方がいいなぁ。一回ここで回復挟んでおきたいんだよなぁ。マイペースほほほほほほ。磨きが多い。まあ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 。まあまあ、回復ライン入ったんで十分でしょう。はい。OK！ リリア様の MP がね、ちょっと欲しかったんだよね。だからちょっと今ケチったね。さあ。待った！これでいけたりしない？もう。あ、いけなかったか。まあ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 。これ、あ、くむー！これを使う！バーチャルマスク！こういうことですね。よーし。オッケー。これこれ。状態上防止。これがね、終盤でも生きてくるからね。やる。見た見た？さあ、この辺りからね、えげつない難易度になりますからね。とりあえず、ジョーからケチラさんと、ジョーから倒さんとあかん。行きましょう。
とりあえず早めに片方を倒せばだいぶ楽になるよ。いきます。片方を早めに倒さんとね、こいつら攻撃回数が多いから、それは理解してるから、早めに行こう。ここでリア様が生きてくるからね。今まで温存してた。いけいけー、火力させてくれ。バリアー、待ちなさい。吸収薬、ちょっと過剰な気がするけど、まあでもいいか。マイペース、あ何してんだお前、これワンチャンやばいぞ。この環境下でなんか壊れたらやばい。あぶね、闇に落とす。無駄無駄ナイス悪夢、これをつけ、バーチャルマスクこういうこれができたらめっちゃでかいね。科学者って本当にいるだけでね、そういうことができるのはマジで稼ぎしてる今お前。あんな稼ぎ見て見て、これね一番恐れてるのが関係が壊れることなんですよ。この恐怖の塔の途中で関係壊れて、あのめちゃくちゃなことになってしまうのが一番負けすんじゃから、マイペースなテラがワンチャン事故を起こすかもしんねえ。どうするここ。いやここはね無理に攻めない方がいいような気がする。うん、ギガキュアオールでアンラを一回下げます。科学者アンラ一回下げて MP 供給します。供給終わり、こういうことですねそこにいないといけないからね。安全地帯にいたら、あのバーチャルマスクもしてくれないんで、それだけしたかっただけです。アンナが特にやることなかったんで。今闇に落とす、これを使え、バーチャルマスク大活躍してんのお前、大活躍大活躍。いやーそれよなー、結構食らうねー。まあでもこれなら回復できる。そっち狙うの君はまあでも回復圏内でギガキュアオール、ほうギガキュアオールマイペースだから、まあでもまあ回復圏内入ったからいいや。ブラックオールか、そうやな、その技があったな。リエ様頼む、リエ様がガンガン削ってくれ。肩を落とせばね安全地帯戦法使えるから。ムン二段切りかー、片方落とせばさっきみたいに残り1体になればね、安全地帯 MP 供給することぐらいはできる。あああれこれ嫌な予感がしない、キャーやばい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 、ちょっと待ってやばい、これ直す手段ないぞ。戦闘中に、戦闘中に直す手段ないぞ。戦闘中の関係悪化直す手段ないぞ。こんなところでマイペースがこんなところでマイペースがいらんところに発動しやがって、大丈夫かこれ、これ大丈夫、めちゃくちゃ今不安な状態になってんな。こうなるとアンナの手助けすら借りれないでしょ。シャイニングでとかさ、そういうのでアンナの手助けを借りることができないんでしょ。一番やばいぞこれ。よし、とりあえずでも片方しました。いやこれどうなんだろう、一番先般になりやすいのか、僧侶。関係悪くなって不具合が起こることってなんだ、不機嫌だよね、不機嫌ぐらいか。リリア悪夢、皆さんこれを使え、バーチャルマスク大活躍。とりあえず1体倒したから、なんだかんだ1体倒してるからね、大丈夫で、これを、あいいね、この木を逃さんよ。この得意の安全地帯戦法します。がやってリリア様回復して、あー拗ねて手を抜く、出た出た出た、何をしとるんだ、そんなことしてる場合じゃないだろ。あんら拗ねるとかいらんいらんいらん、見て見て猫パンチ、しおちゃんかー、なんでお前が決めてんのさあ来ました大賢者、こいつはねロックオン攻撃だな。ロックオンした後に、あの確定ではないんだよね、しかもロックオンした後に急いでバリア張っても、そのバリアを剥がしてからっていう、なんか判断力がねあんま良くないんだよね。で撃つ時撃つから、ロックオンされた人を常時避けておく、あまたはティラアンラ戦士、ティラ戦士アンラ、ティラなら耐えれますギリ、それを分かっているから一応
そこだね。さあ、行きますか。騎乗攻撃でとりあえず削って。これさ、ワンチャンで思ってたのが、ふりかけをね、戦士アナに使ってもいいかもしんない。不機嫌になってるんで、さっきみたいに拗ねたり、いらんことをする可能性があるんですよ。それなら、いらんことをさせないこのノリノリふりかけを戦士アナに使ってもいいかも。こうすることにより見境は悪いんですけど下手なことはしなくなるからね。数字で攻撃が強くなるからありかな。もうどうせどうせこうなっちゃったら、そう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 、こういうことはできるからね。ノリノリならなんとかなる。いけあ、これよ。誰ロックオンされたのは？ティラリアンナ。下がれ、お前だけ絶対下がれ。ソウルティラならギリ受けれるから、そういうことするんだよね。そう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 、だからロックオンされてやばいと思ってすぐやってもダメなんだよ。ここは普通に回復します。ギガ級オフで、科学者アンダーが動いたのを見て科学者アンダーを下げます。まさか通常攻撃だったんでね、はい、下げます。フレームタワー、もうここは普通に使っていいよ。最後のもうあと残すは2つだからね。ふりかけもね、入れていいと思う。さあ、リーディアが手助け。でもね、だいぶ出るね。550とか出るようになってる。そうだよね。急いで防御しても。待って。よし、セーフ！見て見て！今のさ、パンチ入れた後にさ、食らったら多分死んでたが？ティラ、もしかしたら。キュアオール。マイペース。光が満ちる。キュアオール！マイペースに振り回されんね。でもね、俺はリアル性格でやりたいんだよ。だから突き詰めるとなんか結構なんか、クールが強いとか言うけど、いやいやいや、それじゃダメなんだ。リアル性格でやってこそだ。ミートピアは。興奮が冷めたか。科学者アンダーを下げます。録音攻撃はまだ来てないんで。やべ！うわぁ、なんとか耐えたね。危なかったねー。隠したんだったら死んでたか、多分。能力的にも。よし。まあ、ここを下げといて正解。で、総力チリア回復の、この分だとリリア様一回下げていいね。HP 的に。HP と MP を回復する意味では下げとくのが正解か。さあ、真ん中だったらここでちょっと終わっちゃいそうで怖いんですけど、終わってなかった。よし。どうしようかな。お前下がれ。HP 危ない。下がっていい。あー、もう、すね始めた。おっと、リニア様か。あ、耐えれる。耐えれるの分かってるから大丈夫。見て見て、キュアオール。うん。もはやその一旦を潰したに過ぎん。もうこれは一旦潰してるみたいな、この話だな。で、こうして。もうリリア様ね、下げといた方がいいわ。最後の戦闘にまで MP を温存したいからね。OK！ ナイスー！来た。来たか。ついに、最後だ！ラスト。来ましたね。異世界の太陽。練習はしてるよね。練習は、やり方は分かってる。大丈夫だ。行くぞ。で、さっきの戦法意外といいかも。アンラが下手なことする前にノリノリで止めていた方がいいかも。見境は悪いけどね。はっはーじゃないんだよ。行くぞ。もうね、ふりかけも全部使っていいです。この先はないんで、ふりかけ全部使ってもガンガン行きましょう。HP25% あたりを切ったら、やばいビームが来るんで、そこをラインとして立ち回りましょう。いくよ！ちょっと待って！行ってこいみんな！大丈夫。ここまでちゃんと鍛えてあるなら大丈夫だ。バリアから入って、もう振りかけもあるしね。ガンガン行こう。で、アンダーはね、多分ね、それで、おし !500 出るもんね。悪夢。ああ、ひでえな、こりゃ。クール。なるほど。リリア様が唯一クールだったな、そういや、このパーティー。優しいがおるからなんだったら、このパーティー。
ある意味優しいも自己要因っちゃ自己要因なんだけどな。うんうんうん、いいね。バグクラッシュ、オッケーオッケー。リリアスマフレームタワーで、フレームタワー以上の火力出せるのはアンランなんだね。まさかのノリノリふりかけがいかに強いかわかるわ。ティラ出しとこうか。あー、そういうことだよ。まあまあまあ、でもこれなら見て見て、チオちゃん曲がりなりもカリコに貢献できるからね、チオちゃんが。どうする、いやいやいや、回復回復回復、これは回復、これは回復、これは回復、逆よ、これは回復だわ、さすがに。よし、ワンチャン下がるかもしんねえ、これで。そうか、回復行動取ればワンチャン下がるのか。そうか、ワンチャンこれ回復行動を戦士アレ取り続ければ関係が戻るのか。それワンチャンあるね。コンカ冷めた。 HP いくつ？ 25% 切ったらやばいからね。それまでは大丈夫。マガン切り、よいしょ、いいね。アークム、これを使う、いいね。大丈夫大丈夫、手下か。これメダルを早めに処理したいな。このメダル残しておいたら 25% 切った時にエレーメンに合うからね。で、ふりかけも使えます。ここはもうふりかけタイムして、もうガンガンいきましょう。リーデスマン行ってこい。メダルを粉砕しよう、メダル粉砕した方がいい。メダルを先に倒さんとあかん。まあそんな大したことはしてこうへんけど、オッケー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 。やるねやるね、アンラ上機嫌発動か、ここで。さあ、再びね、画面映えしない不百行為状態のアンラです。いけいけいけ、いやーだいぶ出んな。ダメダメダメ、ほらもう。まあ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 、見て見て、あと HP いくつ。おっと、あ、お前先制しちゃうんか、上機嫌だからか。だいぶ出るね。うわ、967入ってる。もうこれライン入るわ。だからギガキオールしてとりあえず下がるわ。一回誰か下がった方がいい。何？関係が戻らない。関係が戻らなかった今。下がれ下がれ下がれ、もう来る、もうあれが来る。845来たー、こっからだ。絶対それが来るの分かってたからね。この一撃で一気に削られるのはもう分かってたから、 25% 以内ってのは分かってれば大丈夫だ。大丈夫、誰か下がれ一回。イウィーン、ドーン、うわー、なんかダメだな。どうする、誰下がる、誰下がる。いや、これでいこう。ここはもう食らう仕方ない。俺かー。一番いいとこ選択しとったね。え、キュアコード、あー、なるほど、オッケー。みんなよく耐えた。これで守りの振りかけも使わんで助かったな。チリア、お前にかかったぞ。よっしゃ、光光チリチリ、キワー、やった。これでケチったらよかったぞ。あー、やった、これでかい、ここで治った。いや、許した顔じゃねえだろお前それは。あとはもう決めろ、2回目のあれが来る前に決めよう。もう興奮冷めちゃった。もうもう決めてくれ。 25% だからあと少しでいけるはず。あー、やばい、なー、わー、ティラ耐えた、ティラ耐えた、なんとかなんとかティラ耐えた。あんな、これはもう回復、さすがに回復。マイペース、どっちどっち、あはははは、リリアスマン、フレームタワー、よっしゃ、いったー。長かったな。もう、ヒヤヒヤさせやがって、もう。恐怖の塔クリア、終わったね。
いや、もうそれ、今から全部これやんの？え、もう、もうやん、全部やんの？あれ？ こんな塔あったっけ？説明してよ、テイラちゃん。テイラちゃん、この辺りいなかったの？なんか。こんなの 3DS 版なかったよ、絶対。なんで難易度増えてんだよ。